経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。ここ数年で多種多様な SNS が登場しました。10代がメインユーザーの SNS もありますし、50代がメインユーザーの SNS もあります。ところが1年も経つとね、これメインユーザー層が変化してるってことも多々あるわけです。そこで今日は SNS の利用者層の変化について分かりやすく解説します。突然なんですけども、私が TikTok を始めたのが2020年4月なんですね。ですので、ちょうどね、1年と2ヶ月ぐらい経ちます。まあ、その間、投稿しなかったっていうのは、ですね、今年の1月に首の激痛で救急車で搬送されてから、まあ、数日間とか、あとはなんとなくね、やる気が出ずにサボったっていう日もあるわけですね。まあそういうのを入れると大体2、30日ぐらいは、まあ、投稿できなかったっていう日もあります。まあ我ながらね、よく頑張ったと思います。まあ最近では週に3回ぐらいね、投稿の数を意図的にこう減らしてる感じですかね。まあそのね、おかげで、フォロワー数っていうのがありますけども、現在28,500人います。で、現在も、まあ、日々少しずつね、増えてる状態です。まあ、私の評価としては、まずまずね、これ成功だったと思っています。まあ、なぜじゃあ成功したかというのを分析すると、中高年の経営コンサルタントとか営業のコンサルタントとしては、私はもう TikTok にですね、かなり早めに参入したですね。まあ、これがもうね、最大の要因だと思います。つまり、ライバルが少なかったということ。まあ、このような経験というのは、実は、過去に、もう一回やってるんですね。もう一回あります。ちょっとその話をすると、1回目の経験というのはもう20年前の話なんですけど、2001年にいち早くメルマガの発行、まあ、配信をスタートしました。で、マグマグっていうね、配信スタントありますよね。で、マグマグの経営コンサルタント部門で、読者数でね、ベスト10に大体1年だか1年半ぐらいランクインしてたんですね。それでまたメルマガを発行したおかげで商業出版もできたっていうね。まさにこれもね、先行者利益ですよね。まあ、何事もブルーオーシャン市場であれば成功確率は高まるってことなんですよ。でね、成功のね、要因の二つ目ってあるんですけど、この TikTok の話でね。まあ、バズったってことですよね、これはね。まあ、バズるっていうのは短期間で爆発的に話題が広がる。また多くの人の、耳とか目にね、まあ、触れて注目を集めるっていった意味でこう使われるね、言葉なんですね。よく言いますよね、バズったとかってね。それで TikTok 始めて1ヶ月ぐらいはまだそんなにね、再生回数も伸びるような感じじゃなかったんですけども、ある投稿をきっかけにですね、再生回数はもう桁違い伸びたわけですよね。でも切れ間なくもコメントが投稿されるわけですよ。で、このコメントに答えたらもう仕事なんてね、とてもじゃないけどできない状態。まあそれはもう目に見えて明らかだったんですね。まあだから、まあそのままほっといてしまったんですけどね。で、その時思ったこと。炎上とバズるってのは紙一重だなっていうことなんですね。まあその後もね、時々ね、こうバズったりはしてますけども、もしかしたら炎上してるかもしれません。フォロワーをね、真剣に増やそうと思ったら、もう炎上覚悟でもうやるっていうことがね、まあそのぐらいの覚悟がないとなかなかできないかもしれないですね。やっぱり知名度のない凡人っていうのはやっぱなかなかね、フォロワーが増えないので、まあ結構ね、大胆なこともやんないといけないかと思います。さてさて、先日ね、この衝撃的なデータ見たんですね。いや、それは YouTube と TikTok の利用者年齢なんです。これはマーケティング会社の枝豆ジャパンっていうのかな。まあここが調査したんですけども、日本で YouTube を一番利用してるっていうのは皆さんお分かりでしょうかね。まあこれね、12位まであるんですけども、紹介していきますね。まず1位が40代男性。2位が50代男性。私ここに含まれます。3位が60代男性ですよ。4位が40代の女性。5位が50代女性。6位が30代男性。7位が30代女性。8位が20代女性。9位が60代女性。10位が20代男性。やっと若い人出てきましたね。で、11時が10代女性、12位が10代男性ってこと。で、性別を問わなければ40代が一番多いってことなんですね。その次が50代。で、その次が30代。そして60代ですよね。
なので、10代とか20代はなかなかランクインしていないってことなんです。で、TikTok 行きましょうか。次に、TikTok の利用者ですよね。これね、ちょっとびっくりすると思うんですよ。いいですか ?1 位が40代男性。2位が20代男性。3位が30代男性。4位が10代の男性。5位が10代の女性。6位が20代女性。7位が30代女性。8位が40代女性。9位が60代女性。10位が50代女性。11位が50代男性。12位が60代男性っていうね。まあ、こんな調査結果になっております。TikTok の場合は、年齢を問わなければ、10代、20代、30代、40代というのは、拮抗してるんですね。まあ、ただ、50代、60代はもう激減していくと。まあ、いずれにせよですね、いつの間にか TikTok も利用者の年代が高くなってきてるんですね。まあ、1位で40代の男性ですからね。だからちなみにさっきの YouTube も1位40代の男性なんですね。はい。まあ SNS のね、特性からして、最初はね、若い人はやっぱ飛びつくわけですよね。で、普及すればするほど年代はこう上がっていきます。まあそういった傾向にはあります。で、1年もあれば、利用者状況っていうのはもう激変するっていうのはこれいい例だと思うんですね。まあ、YouTube も TikTok もなんか若い人がやってるからみたいなね。まあそういうことを言う人もいるんですけど、全然そうじゃないって話なんですね。なので、この SNS とかね、定期的に利用者層のリサーチをする。これね、絶対やっとかないとですね、自分たちが狙ってるターゲットがあんまり見てないってことも起こりうりますからね。まあその辺ね、気をつけてですね、SNS を活用してください。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、下の概要欄にですね、メルマガ社長の大学の登録の URL を記載しておきました。メルマガ社長の大学の登録もぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。